ライリー軍はアメリカ合衆国カンザス州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7万1115人であり、2000年の6万2843人から13.2%増加した。軍庁所在地はマンハッタン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ライリー軍はポタワトミー軍、ギアリー軍とともに、 マンハッタン大都市圏を構成している。2009年推計の都市圏人口は123,086人で、ある。ライリー軍には、カンザス州でも最大級の雇用種である、ライリートリデとカンザス州立大学がある。現在と過去の住人の中には、元州知事のジョン・ W ・カーリン、グレン・エジャートン将軍及び鉱山経営で100万、長者になったホレス・ AW ・テーバーがいる。 ライリー軍は、米北戦争時の将軍部ネットライリーにちなんで名付けられており、カンザス巡州創設時の1855年8月に、巡州議会が創設した当初の33軍の中にあった。組織化のために、ギアリー軍とライリー軍より、西側のすべての土地が孵化され、巡州を横切って、現在のコロラド州境まで伸びていた。カンザス州の最初の州は、 軍内のポーニーに置かれた。この地は現在アメリカ陸軍、ライリー取の中に入っている。現在の軍庁所在地マンハッタンは議論の中で選定された。1857年遅くに軍庁所在地を選ぶ投票が行われ、奥ン氏が優勢だった。しかし、マンハッタンが選挙違反を疑い、多くの票外法に当ぜられたことを証明できた。 保安官のデイビッド・ A ・バターフィールドが軍の書類や記録をマンハッタンに保管することを強制され、最終的に1858年にマンハッタンが公式の軍庁所在地になった。1879年5月30日、アービング竜巻がライリー軍から起こった。この竜巻は藤田スケール F4 であり、幅800ヤード、長さ100マイルの範囲に被害を及ぼした。 死者18人、負傷者60人が記録された。ライリー軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は2004年の住民投票で撤廃された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は622.11平方マイルであり、このうち陸地は609.55平方マイル、水域は12.55平方マイルで、水域率は2.02%である。軍の東側境界は、以前にビッグブルー川が流れていた。この川に1960年代にダムが作られ、タトルクリーク湖が作られた。 ライリー軍は、州東部を走るフリントヒルズに位置している。イジピラミード以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。下記の町は1950年代と1960年代に建設されたタトルクリーク湖の底に沈んだ。ランドルフも水中になったが、 当初の場所から1マイル西に移された。スモーギヒル川とギアリー郡内のレパブリカン川が合流する地点の北にライリー取があり、その面積は両軍合わせて10万656エーカー、ある。昼間人口は2万5000人であり、下記2つの国勢調査指定地域に入っている。ライリー郡は14の軍区に分けられている。マンハッタン市は政治的に独立とはみなされ、 下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。